今日もお疲れ様です。では早速5分でできる優しいストレッチ始めていきます。まずは鼻から吸って、口から体の緊張を解きながら行っていきましょう。仰向けになります。1つ目はブラブラふくらはぎほぐしです。両足を天井に持ち上げ10秒間揺らしていきます。握り拳を作って膝の裏に入れていきます。もう一度足をバタバタと上下に動かし、ふくらはぎをマッサージしていきます。2つ目、タオルで足長ストレッチ。片足を上げタオルを足の裏に引っ掛けます。10秒間キープしていきましょう。太ももの裏を優しく伸ばします。膝裏が曲がらないようにしていきます。タオルを一つに束ね足を外側に傾けます。ここでも10秒間キープし、内ももの伸び感じていきます。鼻から吸って口から吸呼吸で足を戻し、今度は反対側、ここでも10秒間太ももの外側ストレッチ。吸呼吸で天井に戻したら、手と足を解放して呼吸を整えます。反対の足も同様に、かかとを蹴り出し太ももの裏のストレッチです。首や肩の力を緩めながら、伸びてるところに呼吸を届けます。タオルを束ね外側に足を傾けます。骨盤安定させたまま内ももの伸びを感じます。吸呼吸で天井方向に戻して、吐く息で反対側に傾けます。太ももの外側のストレッチです。鼻から吸って口から吸呼吸で天井に戻して、吐く息手と足を解放させます。3つ目、楽ちん前ももストレッチです。横向きになります。上の足膝を曲げ、足首かつま先を上の手でそっとつかみます。10秒間キープしていきましょう。前ももの伸びを感じていきます。吐く息手と足を解放して呼吸整えます。反対側も同様に、横向きになり上の手で上の足首つま先キャッチです。膝頭を後ろの壁に向かって伸ばします。太ももの前伸びを感じていきます。鼻から吸って口から手と足を解放させます。いかがでしたでしょうか。足全体すっきりしたでしょうか。日常生活でも仕事の合間に椅子などに座っていただき、ふくらはぎをマッサージしてあげます。片足の外くるぶしを反対の足の膝の上に乗せてあげて、両手でふくらはぎを揉みほぐしていきます。ここが揉みほぐれることで膝の負担を軽減することができます。反対も同じように、外くるぶしを膝の上に乗せてあげて、硬いところが揉みほぐしていきましょう。もう一つは、膝に過度な負荷、激しい運動も痛みが生じやすいですが、逆に動かさなすぎても痛みが出てきます。ももを鍛えてあげるために、これも椅子に座っていただいて、片足を床と平行に持ち上げます。かかとを蹴り出してつま先を天井に向けて、
このまま10秒キープしていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。反対の足も同様に行います。腰が丸くなってしまわないように背骨を伸ばしたまま反対の足、床と平行です。このまま10秒キープです。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。ぜひ少しでも体を動かしてあげてください。次回は体のだるさ、疲れを解消するストレッチを行っていきます。それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバーイ。